ドッグの整形。マンティスほどではないが、彼らも危険な種族だ。気をつけて進もう。アステロイドか、しかもロックの船まで。相手の船はレーザー3門。B レーザー2を持っているとは、厄介だな。ここは早急に兵器システムを破壊するべきか。いや、どうせ1回は撃たれてしまう。シールドを潰してビームで全体を狙うことにしよう。む、船の操縦が上手くなった気がする。よし、レーザーの嵐を避け切るぞ。ビームはなるべく多くの部屋を狙ってくれ。よし、全体に被弾なし、戦況は極めて有利だ。相手の B レーザーにも機能停止したな。このままだこのまま。よし、B レーザー発射。降伏か。燃料をたくさんくれるようだな。応じるとしよう。ふう、正直あの重武装船に無傷で勝てるとは思っていなかった。なんだと、6目、あれでちゃんと商売は成り立ってるのだろうか。むう、今は使えるものは拾っていきたい。ロックには悪いが、少し拝借していこう。すまない。反乱軍に負けないためだ。か、海賊、弁解。できないみたいだ。相手の武装はミサイルとレーザーか。シールドが2枚張りとは厄介だな。シールドを切って、ビームを打ち込むしかないみたいだ。ミサイルが来たか。避けれるか。無理だったか。シールドが破損したのはまずい。レーザーだけは回避しなければ。ふう。なんとか被弾なしだな。だが、相手の船の武装はまだフル稼働している。気は抜けない。落ち着け。火災が起きたようだが、そこなら大丈夫だろう。ハッチを開けて消火する。問題ない。相手のレーザーは今は怖くない。こちらからもレーザー、続けてビーム発射だ。よし。ダメージもいい感じだな。またミサイルか。シールドシステムに被弾か。レーザーが起動していたらまずかったな。スクラップが集まってきたな。船を強化するとしよう。敵も強くなりつつある。対抗するために兵器システムを強化するか。よし、これでレーザー2門とビームが全て撃てるな。ロックか。岩頭には言い訳は通らないらしい。相手の武装はミサイル、銃レーザー。ミサイルがやはり厄介だな。よし、B レーザーの嵐を巻き起こしてやれ。大成功だ。だが、シールドシステムが炎上してしまったか。相手はしばらく何もできまい。総員、シールドシステムの消火に当たってくれ。よし、レーザー発射だ。ふう、なんとか生き延びたが、船体がもう残りわずかしかないな。店を見つけて、早急に修理してもらわなければ。ウイルスの有効。マレットさん、どうにかできるか。
さすがエンジだ。何でも知っているな。む、ショップがあるな。次行くとしよう。アステロイド、しかも海賊まで、早く済まさなければ。ミサイルでシールドを削られると厄介だ。兵器システムを狙おう。さあ、Bレーザー発射だ。続けてハルビーム発射。ミサイルが発射された気もしたが、まあ、結果オーライだろう。ロックのセクターで買い物できるのは不思議な気分だな。さあ、いろいろと売っているが、まずは船体の修理をしてもらおう。さて、何か買うか。ドローンの運用をしたいことも考えて、ドローン回収アームを買うことにするか。これがあれば、ドローンを気軽に使えるようになるな。ロックの戦艦。一体何機目だ。しかも白兵戦と来た。これは荒れる予感がするな。相手はタフサでは機械機の種族だ。時間稼ぎにしかならんだろうが、応戦してくれ。と、操縦システムにも入ってきたか。ビームは防げたようだな。ビームも溜まった。落ち着き次第発射だ。く。なかなかきついな。私は救急システムにて回復する。マレットさん、あとは頼んだ。救急システムにまでなだれ込んできたか。だが、ここなら安心して戦えるな。よし、Bレーザー発射だ。戦闘が終わってもまだ倒れないとは。ロックの硬さには驚かされるばかりだ。はぁ、やっと終わったか。よし、ショップだ。ドローンが売っている。買おう。しかも何気に欲しかった防衛ドローンが初期でついてきてたな。これでミサイルもある程度は防げるだろう。爆薬ですか？どうぞ、持ってっちゃってください。おお。拡張パーツ、ありがとうございます。イオン波反転。イオン武器に対しては強くなったか。最悪の状況だ。構成付近。一番このセクターで近づきたくなかった。ここではスピードが命だ。さもないとフレアが船内を火の海にするに違いない。相手の武装を封じよう。ここで攻撃されてしまえばフレアからは抜け出せない。ドローンシステムに被弾か。今はまだ使っていない。大丈夫だろう。気持ちだけが競ってしまう。武器のチャージはまだか。よし、Bレーザー発射。ダメだったら、皆船内が火の海になることを覚悟するんだ。よし、勝てた。こんなところからは早くジャンプしよう。
よし、間に合ったか。ふう。今回のセクターもここまで来れたか。船体は修理しなくていいな。そうだ。さっき攻撃を受けたドローン室を直してもらおう。お願いします。よし。これで準備万端だな。ゾルタンの整形か、羽を少し休めるか。次回予告、ゾルタンの支配する中域に足を踏み入れるケストレル。ゾルタンは戦争の備えを怠ってはいなかった。一見するとどこよりも美しく平和な中域であった。しかし、そんな中域の中にも海賊、そして反乱軍の姿があった。この光景を目の当たりにし、船員たちはこれからの旅路の波乱を予感していた。次回 FTL、抑えきれぬ動乱。宇宙では、万全の備えも一に満たない。